タイミングで来よったな。新しいのが入ってるで。それでええんやな。毎度あり。また来てや。こんにちは。あの、あ、あなたはいつもさくらさんと楽しそうに話してるけしからんお兄さん。けしからん。さくらさんに微笑んでもらえるなんて、なんて羨ましい。っていうか、お兄さん誰なんですか。もしかして関係者さんなんですか。俺は、どうも、トップスターの神山です。新人ですが、素晴らしい舞台をお届けしますよ。絶対嘘だよね。っていうか、花組は女の子だけだもん。知らないと思ったら大間違いなんだから。バレたか。実は劇場のスタッフなんだ。やっぱり大帝国劇場で働けるなんて私よ。あたしは西条いつき。いつきって呼んでいいよ。あたしは帝国歌劇団の大ファンっていうか超ファンなの。今日もこの大帝国劇場に来ることができていつき感激。っていうわけでよろしくね。神山清十郎です。こちらこそ、これからも帝国歌劇団をよろしくお願いします。うん、任せてよ。どこまでだって追っかけてくから。どうぞ。
入ってちょうだい。ひどい公演だったわね。これで何回目かしら。確かに散々な内容でしたが、その分改善点もたくさんあるはずです。一つ一つ解決していけば、いつかは必ず成功させることができますよ。そうね。でもあまり時間がないのよ。時間がない？世界歌劇団大戦ですわ。世界歌劇団大戦、先日もおっしゃっていましたが、それはどういったものでしょうか？近日開催される歌劇団協議会のことですわ。世界中の歌劇団がこの帝都に集まってきて、舞踏と舞踏で競い合う平和の祭典よ。そこで勝利を重ね、帝国歌劇団ここにありと広く世間に知らしめる。それこそが今の花組の目的であり、帝国歌劇団復活の第一歩ですわ。それは…わかりました。全力を尽くします。世界中の強力な歌劇団を相手に、今の花組では厳しいですが。彼女たちに勝てる力をつけさせるのよ。神山君ならできますわ。買いかぶりすぎです。俺は魔法使いじゃありません。難しいことは百も承知ですわ。それでもやらなければ帝国歌劇団の復活は果たせない。結果を出しなさい、神山君。あなたならきっと大丈夫。わかりました。ありがとう。さて、悪いけど私は出かけますわ。歌劇団大戦をどう戦い抜くか、しっかり考えておいてちょうだい。はっ。
量子甲冑三式工具か。過激団隊員だけが持つ霊力で動く対高魔用の戦闘兵器。優秀な機体だが、今や主流は量子戦闘機だぞ。さすがに時代遅れだろう。おまけにどう見ても整備が行き届いていない。こんなので出撃できるのか。予算がありませんから。カオルさん。神山さんの言う通りです。この機体でコウマと戦うのは難しいでしょう。でもそれじゃあコウマが現れたらどうすれば。スミレ様もおっしゃっていた通り、上海歌劇団に頼っているのが現状です。確かに駅で俺を守ってくれたのも上海歌劇団の期待でした。どうしようもないとはいえ、悔しい話ですね。そう思っていただければ幸いです。あなたはこの状況を打破するために隊長として呼ばれたのですから。はい、分かっています。スミレ様の夢を叶えるために強い花組を作り上げてください。ところで予算がないってどういうことなんですか。文字通りの意味です、神山隊長。帝国歌劇団はスミレ様のご尽力でかろうじて生きながらえているだけの組織です。政府にも軍にも、そして神崎重工にも歌劇団を援助してくれる人はいません。そんな状態でコウマと戦えと。無理ですか。なんとか戦います。それが俺の役目ですから。この不利な状況でも諦めない。なるほど、さすがは隊長ですね。厳しい状況ではありますが。ですがスミレ様はあなたに期待しています。なんとかお願いします、神山隊長。わかりました、微力を尽くします。ありがとうございます。ところで俺の期待は見当たらないようですが。ありません。え？今はまだありません。予算が降りればそのうち用意します。そのうちって、はあ、まあ仕方ないか。予算もない、期待もない、整備の人材だって不足している。なんとかしたいけどどうにもな。まあやれる範囲でやるしかないか。仕方ないよな。ん？ここは風呂か。ずいぶん広そうだ。幸い誰もいないみたいだし、どんな風呂なのかちょっと見てみるか。船とはえらい違いだ。待て、そういえば花組って女の子ばかりだよな。ということはこのお風呂は女湯。待っていればもしかして。いや、いけない。よそに心を躍らせている場合じゃないぞ。こんなところを誰かに見られたら大騒ぎになってしまう。早くここから出よう。ふぅ、よかった、誰にも見つからなかったな。お、お前、うわ
そこは女湯。女湯、気がつかなかったな。変態だ。待て、見られてしまったかな。